おはようございますちょっと森の中散策してるんですけれどねキノコを見つけたんですよえっ、ー、とちょっと待ってくださいねここですねここほらこれこれこれねあのー、おそらくアンズタケですかねちょっと取ってみましょうよいしょ あー間違いないですね間違いないですね黄色いですね裏もこうラッパ状になってますで匂いがね若干するんですよアンズのようないい匂いがするんですねほらここにも生えてるちょっとちっちゃいですけどねうん間違いないですねこのあの、まあ、さっきラッパ状って言ったんですけどこの傘のつき方が 特徴的なんですよねあの傘の火だと傘の裏の火だと茎の境目がちょっとこう分かりにくくなってるようなこれがあの特徴ですね傘の形は結構いびつで図鑑なんかだと割と本当にラッパみたいな形のもあるんですけどこういうふうにあの丸っぽいのとかもあったりするようですねほらちっこいですけど たくさん生えてます <laughs> ドイツに留学してた頃にこれ割にスーパーで季節になると見かけたキノコですねちょっと小さすぎるなあありましたありました割に大きいの生えてますね 感覚とししてはどううなんでしょう、まあ、松の木なんかがあったりしてその周辺に生えてるって感じですかねちょっともうちょっと探してみようかあーこれなんかねもう随分虫が食べてもう,もう食べるとこもないって感じですね。 まあ小さいですけどね状態は良さそうな感じはしますちょっと蚊が多いので刺されないように気をつけないといけませんねこうやってこう探してるとああほら誰かが踏んじゃったようなものもあるおっ この草の中には割にいいんじゃないですかこれなんかほらねほらよいしょあ気をつけないと破けちゃいますねほらここにもほいおおこれなんて結構立派じゃないですかね よ,いしょよーくよーく草の中探すと見つかりそうな気配がしますでもあんまり離れたところに行くとなさそうですねさっき生えてたあの密集してたところの近くに生えてるそうな感じですね うん、ちょっと勤しんでみますというわけで今日のきのこの紹介はこのあんずケですえあ、ー、とでちょっと料理したものもあげてみようかなと思いますはいというわけでですねあの朝のあんずケはこのようにしてですねミョウガと一緒にサンバイズあえということになりましたドイツに行った時は 結構ソティして食べてたりしてたんですけれどね、あのー、キノコの絵本っていう、なんか今絶版らしいんですけど、そういう本があるんですけどね。その中でこのあんずたけっていうのが、みょと一緒に三イ酢にして食べるのが、もう純和風としての食べ方で一番うまいなんていうことが、まあ、書いてあったんですよ。まあ、なので、ちょっと今日はそういうテイストでいってみようかなと思います。このあんずたけなんですけれど、 ちょっと毒成分があるというふうに言われてるんですねなんかちょっとこう胃腸の方に毒があったりする場合もあるらしいんですけどまあその辺は食べる人の自己責任ということで僕は気にしないで食べていこうかなと思いますまたですねちょっとこうなんですか放射性の重金属とかなんかそういうのも あの蓄積しやすいきのこだっていうふうに言われてるんですけれどまあここは盛岡なので大丈夫かなというふうに思いますちょっと一つ食べてみますかねじゃあこんな感じでこれねこれねいただきますよいただきますうんあっこれはね美味しいですね とても美味しいですなんてうんですかねみょうがの爽やかさがきのことすごい合ってますねきのこは何でしょう別に茹ですぎたわけじゃないんですけどまあ味が強いきのこではないんですけれどでも食感がすごくいいですねうんこれ美味しいですねあのー、オムレツとかなんか牛乳とか まあ、乳製品とかねあのそういうのと合うキノコだっていうふうに言われてるんですけれどこれは美味しいですね。